昨日結婚してあげたんだから当面の生活費100万円振り込んでよ。え、僕の出張はたった1週間だよ。そんなにいらないだろ。私たち家族7人であなたの実家だった新居に引っ越したのよ。ちょっと待てよ、いきなり鍵はどうやって開けたんだ。去年父が他界してからは誰も住んでなかったんだぞ。そう、別に普通に入れたわよ。おかしいな、管理人さんに後で連絡してみるよ。別にいいよ、こっちは困ってないから。そうはいかないし、引っ越してくるならまず先に僕に相談してほしかったよ。夫のものは妻のものでしょ。私の身内を住まわせて何が悪いのよ。確かに結婚したら君の家族と同居する約束はしたけど、来てみたらだだっ広くてでかいだけのおんぼろ屋敷でがっかりしたけど。これでも歴史ある建造物で重要文化財に指定されてるんだよ。それじゃあ私たちこの屋敷に住めないってこと？そんなことはないよ。ただお父さんたちも一緒に住むならリフォームだって必要だろ。こんなおんぼろ屋敷リフォームしてもたかが知れてるでしょうけどね。それなら敷地内に新築の家を建ててもいいよ。え、本当？ただうちの近所一帯が保護地区に指定されてるからすぐには建てられないんだけどね。何それ、使えないわね。こっちはつわりがひどくて大変なのよ。そのことなんだけど、僕が出張から戻ったらお腹の子の DNA 鑑定を受けてくれないかな。は？康介は私を疑ってるの？だって君の妊娠が分かって家族全員で僕のマンションに押しかけてきたのが2週間前だろ。そうよ、男として責任を取るのは当たり前でしょ。でも俺気をつけてたつもりだったから納得できなくて。そんなもの 100% 安全じゃないことくらい中学生でも知ってるわよ。だけどさ、お腹の子の父親だって一方的に決めつけられてあっという間に結婚式を挙げちゃったせいかなんかすっきりしないんだよね。呆れるわね、10歳以上年下の女を傷者にしておいて。ごめん、君みたいな若くて可愛い嫁さんをもらえたのは僕だって奇跡だと思ってるよ。分かればいいのよ。それじゃあ今すぐ生活費100万円振り込んで。結婚式の費用一式を払ったばかりで出張先からそんな大金急には振り込めないよ。でも結婚式の費用なんてせいぜい200万ってとこでしょ。僕にとっては大金だよ。出席者は君たち家族7人だけだったのにあんなに飲み食いするとは思わなかったし。私の身内しかいなかったのは仕方ないでしょ。まあ僕には兄弟がいないし両親もこの世にはもういないからね。私が結婚してあげたおかげで康介には7人の家族ができたじゃない。いきなり大家族になっちゃったな。私と私の祖父母と両親と弟と私のお腹の中の赤ちゃんで7人だもんね。とりあえず1週間分の生活費として10万円振り込むよ。そんなんじゃ足りないわよ。7人分の生活費1週間分だよ。十分足りると思うけどな。ごちゃごちゃ言ってると今の押し入れから出てきたゲームカード売り飛ばすわよ。ちょっと勝手にやさがしないでくれよ。それは僕が学生時代に集めてたレアカードなんだ。やった、それなら高値で売れそうね。じゃあとりあえず20万振り込むから僕が帰るまで敷地内のものには一切手を触れないでくれよ。しょうがないわね、今日のところは勘弁してあげるわ。僕は康介、35歳、大手警備会社に勤める会社員です。嫁のカナエとは父があの家へ旅立った後何気なく入った居酒屋で意気投合。ダメ元で僕が告白したら意外にも OK をもらい付き合い始めました。カナエはまだ24歳と若く家族離れができない甘えっ子ですが、恋愛経験の少ない僕にとっては人生史上最高の彼女でした。ところが結婚式を挙げた途端断りもなく、僕の実家の家屋敷に家族ともども引っ越してくると高額な生活費を要求し始めたのです。前途多難な結婚生活の幕開けにうんざりしたのもつかの間、嫁とその家族たちの暴走はさらにエスカレートしていきました。3日後、生活費追加であと30万振り込んでよ。え、まだ3日しか経ってないよ。20万円なんてあっという間に使い切っちゃったわよ。もうちょっと節約しようよ。人を浪費家みたいに言わないでくれる？ごめん、でも3日で20万も使い切るなんて普通じゃないよ。電気とガスと水道が使えなかったから外食したのよ。ライフラインならもう使えるようになったはずだよ。僕から管理人さんに頼んだから。ああ、あの口うるさくて使えないおっさんね。分家のおじさんなんだ、悪く言わないでくれよ。それに生活必需品や布団なんかも届けてくれただろ。でもあのおっさんが電気ガス水道の業者を呼び出してくれたせいで私たち屋敷の外に追い出されたのよ。そんなの小一時間程度だろ。それで生活に不自由しなくなるならいいじゃないか。管理人だかなんだか知らないけどムカついたから
3日間外食して憂さ晴らししたのよ。結局自炊する気はないんだね。ひどい、妊娠している嫁をいたわる気はないわけ。もちろん体がきついだろうなってことくらいは分かってるつもりだけど。これでもね、だるくてきつい身重の体を押してけなげにも掃除してあげようとしたのよ。そうだったんだ。うちの実家古くて広くて掃除するの大変だっただろ。それがさ、鍵を開けようとしたらいきなり警報が鳴り出して掃除どころじゃなくなっちゃったのよ。え？警報？君たちが使う住居スペースの防犯システムは止めたから警報は鳴らないはずだけど。屋敷の中じゃなくって離れに立っている立派な蔵よ。いかにもお宝がありそうな。それは警報が鳴って当たり前だよ。この間敷地内のものには手を触れないようにって伝えたよね。だってうちのおじいちゃんとおばあちゃん骨董に目がなくってさ。そういう問題じゃないだろ。まさか家族全員で蔵の鍵を開けようとしたのか。ううん、お父さんとお母さんは埋蔵金を探すって張り切って庭中掘り返してた。埋蔵金の噂まだ信じてる人がいたのか。そうしたらまた管理人のおっさんが邪魔してきてさ。マジムカつくわ。庭を掘り返したりするからだよ。だいたい埋蔵金の噂はガセだしね。なんだそうなの。ほんとつまらないボロ屋敷。それより掘り返した庭元に戻してくれたのかい。なんでコウスケがそんなこと気にするの。僕は実家の家屋敷と土地の所有者だから管理する義務があるんだよ。ふーん、律儀だね。重要文化財は国民的財産だからね。管理者としては責任重大だよ。バカみたい。公開して入場料を取ってるわけでもないのに。そうかな。僕は生まれ育った家が重要文化財に指定されていることは誇りに思ってるし、だからこそ価値を落とさないように守りたいと思ってるよ。あんたの自己満足とかどうでもいいから30万の振り込み急いでよね。ちょっと待ってくれよ。振り込まないならコウスケのカードゲームプレミアの付きそうなやつから売り飛ばすわよ。わかったよ、30万振り込むよ。あと3日で帰るから、それまではそれでやりくりしてくれよ。しみったれたこと言ってないでとっとと振り込みなさいよね。出張最終日、今日でコウスケの出張終わりだったよね。ああ、そっちに着くのは夕方くらいかな。何時に帰ってくる？ごめん、まだこっちの仕事が押してて何時に帰ってこれるかわからないんだ。早く帰ってきなよ、みんなコウスケに会いたがってるからさ。本当か？ちょっと嬉しいな。私たちみんな仕事も辞めたし、これからはコウスケに稼いでもらわなきゃだから。え？君たち家族って仕事してたのかい？は？何それ、私たちのことバカにしてるの？ごめん、でもこの1週間お金を無心され続けたからすっかりパラサイトファミリーのイメージがついちゃったよ。言っとくけど私たち家族はこれでも働き者だし、そこそこ稼いでたのよ。でも結婚前だって君の家族の誕生日に高級店でお祝いした時は僕が全員分の飲食代を払ったよね。あれは貸しにしといてって言ったでしょ。じゃあ返してくれるつもりなのかい？結婚してあげたんだからそんなものチャラになったに決まってるじゃない。やっぱりそうなるのか。とにかく子供もできたんだし、キリキリ働いて稼ぎなさいよね。高級鳥の婿でよかったってママにも褒められたんだから。なんで君が褒められるんだ。コウスケを捕まえたのは私の手柄だからよ。喜んでるところ悪いんだけど、僕は君のお婿さんじゃないよ。婚姻届は出さずに捨てたからね。え、どういうことよ。私をシングルマザーにするつもり？お腹の子の父親が僕じゃないから、それも仕方ないんじゃないか。ちょっとコウスケったら本気で私の浮気を疑ってるの？結婚をせかされた時から違和感はあったけど、勝手に僕の実家に入り込んで家探しまでされたら不信感を持つのは当然だろ。だからって私の浮気まで疑うのは想像力ぶっ飛びすぎなんじゃないの？証拠はもう上がってるんだ。捜査のプロが調べたことだからね。最低。君たち本当の家族じゃないんだろ。もともとはレンタル家族家業をしていた会社の仕事仲間なんだってね。へえ、そんなことまで調べたんだ。でも私が浮気したって証拠にはならないわよ。弟さんは本当は弟じゃなくて恋人なんだろ。キモ。確かに血はつながってないけど変な想像やめてよね。とぼけるのもいい加減にしろよ。その屋敷に来てから君たち二人は毎朝同じ寝室から出てきていると報告を受けてるんだ。私たちのこと監視してたってこと？プライバシーの侵害じゃない。管理人さんが説明したはずだけど、君たちが生活するために使っていた寝室と居間の監視システムは停止させたからプライバシーの侵害にはならないよ。でも寝室から出るとか監視したんでしょ。これも管理人さんが説明したはずだけど、
防犯システムが作動しているカメラの場所は教えてもらっただろ。私たちこの屋敷のものは何も盗んだりしてないわよ。それなのになんでコスケに私たちの行動が筒抜けなのよ。その屋敷と敷地内の防犯システムはうちの会社の実証実験に使ってるんだけど、特に顔認証機能が優れているのが売りでね。コスケは IT 企業に勤めてるんじゃなかったの？防犯システムを開発しているから仕事内容は IT 関係だけど、警察 OB が作った警備会社に勤めてるんだよ。だからって警察とコスケの勤めてる会社が仲良しってわけじゃないよね。仲良しかどうかはともかく、指名手配犯の顔と一致する顔が認証されると警察に通報される仕組みだよ。じゃあ私たちのうちの誰かが指名手配犯として顔認証システムに引っかかったってことなの？警察からは捜査については聞かされてないけど、多分そういうことなんじゃないかな。くそ、誰を下手打ったの？あれ、君たちは仲良し家族じゃなかったのかい？足を引っ張るやつは仲間なんかじゃないわ。私ここを出るからもう LINE してこないでね。君たちレンタル家族事業を隠れ蓑にした詐欺集団なんだってね。は？何それ、一般人のあんたに警察はそこまで教えてくれたの？君たちが僕の実家の屋敷に勝手に引っ越してきてからずっと警察の指示で LINE のやり取りをしてたんだよ。今警察が屋敷を包囲したそうだから素直に出頭するんだ。いやよコスケ、警察に頼んでよ。私まだ若くて世間を知らなかったから、あいつらに騙されてただけなの。まさか警察の捜査に協力してたら君の浮気まで発覚するなんてね。警察 OB の上司と捜査してた警察官が知り合いで、特別に教えてもらえなかったら危うく婚姻届を出してしまうところだったよ。それは謝るから、あと妊娠は嘘なのだから助けてよ。私たち一からやり直そう。妊娠が嘘だったって？やっぱり君はとんだ詐欺師だね。詐欺は罰金じゃ済まないのよ、檻に入れられるのは嫌。自業自得だね。もう僕にできることは何もないから、さようなら。待って、お願い、足を洗うつもりだったのよ。真人間になって家族全員コウスケに養ってもらうつもりだったの。真人間なら真っ当な仕事で生計を立てて自立すべきだったね。じゃ本当にさようならだ。後日だ。その後カナエとその家族たちは警察に捕まりました。カナエは騙されていたどころか詐欺集団の主犯格だったそうです。彼らには塀の中できちんと償ってもらいたいと思います。それにしても詐欺集団と家族になってしまうところだったとは、今思うとゾッとします。本当にカナエたちが足を洗うつもりだったかどうか分かりませんしね。今回先祖代々続いている実家に取り付けた防犯システムに救われましたが、もしかするとご先祖様たちが僕を守ってくれたのかもしれません。来月上司に紹介された人とお見合いすることになりました。今度こそ結婚するなら僕の実家の家屋敷も大事にしてくれる人がいいなと思います。